どうも、おはようございます。ちょっとね、急遽決まったんですけど、第2回、ホトタマということでね、やっていきたいと思います。まあ、いろいろね、トラブルというかね、ありまして、なかなかね、できないのかなと思ったんですけど、もういいだろうって。やってみて考えようっつってね、言うので、第2回目はね、お絵描き対決っていうことで、ちょっと待ちましょうかね。コラボを待つんですけど、一応ですね、お絵描きのお題みたいなのはね、募集しております。これを描いてくれとかっていうのはね、おはようございます。はい、仏です。あ、来ましたね、これね。おはようございます。はい。おはようございます。それ、お絵描き写せるの？先輩？いけそう。コマさんいらっしゃい。あ、どうも、おはようございます。何も準備してないやん。どういうこと？ お前何やってんの、マジで。準備大事だからね。お絵描き対決。んで許してもろて。線ぐちゃぐちゃになってるね。あいこくんのお題を出していただけたら。そうそう、お絵描きのお題をね、出してもらえたらね、それで、どっちがうまかったかっていうのをアンケで決めていただこうかなと。そうそう、パソコンがないんで、実写スタイルと、僕はペンタブ持ってるんで、いつものペイントスタイルですね。これ、実写の方が画質良くない？これ。大丈夫かな？ ちなみに、OBS だったらコラボ配信ができないんで、そっちも考えたんだけど、今回はコラボでってことで。絵だからわかるでしょ、多分書いてったら。字だったらね、難しいかもしれないけど。で、何かお題はありませんか？ありませんかね。なんか書きたいもある？書きたいもの、難しい質問だね。あ、ごめんね、鳥です。非常食ね。お、非常食。うるさい、あんたら。ごめん。よし。好き勝手に絵描いてますけど。ドラえもんか。これドラえもんさんでしょ、どうせ。ドラえもんとか言ってるの。じゃあ最初の対決来たよ。ドラえもん。今、仏描こうかなと思っ違った。たんですけど。ドラえもん。あ、ドラえもんね。ドラえもんいきますか。ててててててか。さあ、えてピッカピカ。
それこそ、もし、僕、ドラえもん、未来の世界の、猫型ロボット、どんな問題も、ぐらい。ティラン、ティリン。が 歌っちゃう歌っちゃう。こんなんでしょうか。なんかこんなんじゃないっけ。まくね？まくね？私のどん中な国問感がある。題も中華 ずるい、ずるい、うまい。あれ、どうな。わかんないよ。もう。バランスなんかが、足こんなんじゃなかった。なんかバなんランか、スがおかしい気確がするけど。かに。あ、ドラえ本もん。体で間違えた。でかい。いや、俺の方が先に書いてたっしょ、今の。え？何これ。いや、なんか違うな。ちょっと、オマージュしたドラえもん描きたいな。対決だから。ねえ。ちゃんと写して、これ。アンケ取るよ、じゃん。これ、俺の勝ちじゃない、これ。これやっぱなんは、か、そっ厳ちしの方い。がかわいい気がする。どっちがうまい？出題。はい、ぜひともね。節税分反則 いいやん、別に。何か当ててとかじゃないんだから、いいやん、ちょっとぐらい、そういうのやっても。はい、じゃあ、アンケの方を出させていただきました。もしよければですね、何か当ててって方じゃないんだからさ。難しいね、これね。難しいね。これ勝ったんじゃない？ああ。まあぜひともね、ロムってる方も回答の方お願いします。うん。判定がむずい ちなみになんですけど、まあ、全然関係ないんですけど、ね、ドラえもんをね、描いていく途中でね、こうやって丸描いてちょんまげつけるとコロスケになります。知ってた、これ。ドラえもんとコロスケって顔のパーツ一緒っていう。関係ないけどね。なるほど。書いてる人一緒だっけ？ああ、一緒じゃないかな。殺すになってる画面で切れて
ロムってる人もぜひともね、回答だけお願いしますよ、それ。なんかそれ、リアルドラえもん見たくなってない？細めドラえもん。まあもう5人しかいないけど、まあ今後増えていくことも考えて、これもう5人で開けるよ、もう。俺もっとお絵かきしたい。ほい。よっしゃ、決定。仏一生、これ。何か。それなんかドラえもんのお面かぶった人みたいな感じだよね、それね。絶対変態じゃん。はい、次のお題ね、何かありますか？お題。次なんかね、これ書いてほしいみたいなの。ポンポンポンチキ。ポンポンポンチキ、トトロ。トトロ。あなたトトロっていうのね。隣の。やばい、俺トトロ書くとなんか化け物になりそう。トトロはね、トロっ今てどんなだったっけ？書き慣れてないんだ。目どんな感じだったかな。多分体はこんな感じだよね。それ何書いてんの、マジで。ねえ。なんか目はなんかこんな感じだった気がする。スライムみたくなって。鼻こんなあったよね。両方えぐいな、これ。なんか違うぞ、トトロ。こんなんじゃなかったぞ。お腹はね、多分白いとこあったんだよ、これ。ここ、メイちゃん乗ってたからね。シルエットはわかるんだけどね。あ、こんなんだよね、多分トトロ。あ、なんか顔は違うぞ。最初シルエットだけだったらね、俺、完璧だった気がするの。どんな顔してたっけ、トトロは。なんだっけ？それ、クマやん。このじゃないの？それクマやん。いや、俺シルエットは完璧だと思ったんだけどね、後ろ姿描いておけばよかったかな。ちょっとそれで引こうか。もう さあ、では出題。
ちなみに、トトロの参考画像を用意すると、こんな感じ。ヒゲがないのか、これ。ね。なんかすごい口開けて、うわーって、あ、こんなん描きたかったんだけど、なんかちょっと違ったね、これね。なんか、シルエット、俺、完璧だったね、これ。私、クマさんだな。そうそう。あ、もっと目が、目の間に鼻あるんだね。OK ですか。ぜひ回答お願いします。ちょっとね。2人しか回答してないって、これ お前らトトロを何だと思ってるんだって言ってね。なあ、これ。あんま思ったより来ないね、アンケね。てか、12位の多分、これあれだよね。2人ともなんか勘違いしたようなトトロになってるけど審議入ります。はい。まあ、もういいですか、もう。なんか違う絵も、あ、間違えた。変なの出しちゃった。トトロ。では、まあ3人しかいないですけどね、回答やっていきたいかなと思います。はい。はい。圧勝なんで だってそれ、トトロ要素ですないもん。か？この、のとか。それ だってクマじゃん。そうだね。うん。ですか？少なからず俺のやつって顔消したら完全トトロなんだよ、これ。多分。ほら。ああ、トトロだ。それ、トトロ要素がない はい、じゃあ次行きましょう まあ次、あとね、ホトタマのね、イラストみたいなんもね、お待ちしておりますんでね、これもしよければね、めっちゃプツプツになるやん。そう。そうじゃないよ マックバックにマネギじゃないです。暴露姫はどっちかいうと、あの人だよね、名前なんだったっけ、あいつ。6号なんだった、あの名前。なんかいたやん。プツプツで聞こえん？いやー、なんでだろうね、ふわっちのせいかな。ああ、そうそう、そいつそいつ。もうね。あれはね。ちょくちょくプツプツになってるよ。上がり直してみる？なんかすごいプツプツだよね、でも。はい、ちょっとプツプツで聞こえなかったんで上がり直すみたいですね。もしかしたら iPad 再起動してくるのかなっていう感じはあるんだけど。そう。いや、ということでね、ホトタマコラボでね、お絵描き枠っていうことで、今んとこね、2戦中2戦、仏の勝ちですね、これ。
で、僕の声プツプツになってます？大丈夫ですか？そう、また上がり直してくるとは思うんだけど、大体1時間ぐらいでやっていこうかなっていう感じですかね。あ、来ました、来ました。パトランプ？あ、これあれですよ。これ僕の虚無僧ですよ。虚無僧。パトランプ言うな、マジで。パトランプになったらお前映画館のあいつになっちゃうじゃん、なんか。わかる？映映画画泥館。棒。映画泥棒のやつ。カメラの頭のやつと。なんか、お題あるかな？あ、そう、お絵描きのお題があればね、言っていただければね、それの絵を描くっていう。盗撮禁止。そうそう、盗撮あかんで。何がいいかな。大仏。おっしゃ、じゃあ大仏といえばね、この仏ですよ。これは勝ったな。ここは負けるわけには、負けられない戦いがここにあるっつってね。待って、大仏ってどうなんだっけ？ぶんないぶんない。こんな悪いの。丸描くのめんどくせえ。あれ？落ちちゃった玉ねぎちゃん。どうしてだ？玉ねぎちゃん。落ちちゃったこれ。今、カンニングしようとしたんこれ。まさか。まさかの不正。不正で落ちた感じ。バックグラあかんで、マジで。これは、ワンチャン、不正。あ、待って、こっちじゃない、こっちじゃない。ワンチャン不正。不正疑惑。
すいません。え、伏せ？なんだっけ。爆暮らしてたら落ちましたって。違う違う。スカイプかかってきた。だいぶちっちゃい、頭どんくらい折れる意味だと。折れる意味しすぎたかも。丸をつけ足すか。なんかちょっと違うなこれ。こう仏座ジャイアントってしながら、ちょなんか違うっていう。パンチ。パンチパーマっていうのはこれね、こういう髪型なんですよね、仏のはね。仏のっていうか大仏のはね。うるせえな。あ、ごめんなさい。なんか、また通知で、バグってる。私、こんなもんでいいかしら。よろしいですか？よろしいです。ではアンケート。うわー、これ負けたかな。でもちょっと肩幅かな。貧弱だな、私の。ということでですね、ちなみに大仏の参考写真だけ出しておきますかね。いや、これさ、大仏って眉毛あったんだね。すっごい印象なかったけど、眉毛あったんだね。そうだった。個人的にはね、なんかね、初め、なんかね、すごい、あれ、イメージして描いてた。これ大仏ちゃうやんって話になるかもしれないけ仏だね。ど。弥勒菩薩なんですけどね。弥勒菩薩彫りたい。彫りたい？掘りたい？ 彫りたくない？いや、彫僕刻も刀で。職業から結構何そういったものは取り扱ったりするんですけど、ちなみにぱっちり目を開いてる大仏っていうのはないですかね？そうだよね。大体半眼なんですよ。目開いてると、はい、もうなんいいでか、すか？ 5 人回答怖しい。たんでね。いあ、くよ。オッケーっほす。い。うわあ！泣けた。しゃ、しゃ。絶対俺の方がうめえだろ、これ。おかしいな。
やったぜ。では、次のお題ね。俺死んどるやん。バレた？いや、いいけど。まあ、仏はね、死体のことを仏とも言うからね。まさかの仏で負け案件。家です。デフォルメって書いとけばよかった。何書いてるちなみに、この間書いたらいいんだ。はい、ということで、お題をね、募集しておりますんでね、もう何かね、何でもいいですよ、別に。何かあればね、ぜひとも。ちょっとお題の方お願いします。お題来るまではね、なんか適当なもんをね、振ったりしてわっきゃからんもん書いてますんで。ガンダム。ガンダム。ガガンンダムいきますダか、ム、じゃあ。やりますか？ちょっと、書いたことないんだけど。てててたたたたらたたたらガンダム。ガンダムってどんなんだっけ？違う、なんか違う。なんか羽生え、ガンダムって羽みたいなの生えてなかったっけ？
しんどいことなん。まあ俺も人のこと言えないぐらいな感じだけど。難しい。どんなんだったっけ？多分こんなんだよ。初めまともに書こうと思ってたけど、だんだん雑になってきた。もう思い出せねえん、ガンダム。やばい、書き直したい。とりあえずさ、カクカクしといたらガンダムっぽいよね。ガンダムって足あったっけ？あったか。本当だ。なんか。もう体のバランスが全然取れてないガンダムになってきた。もう途中からなんか書くのめんどくさくなってきた。わかんないよ。私、ガンダム見たことないかも。それ、頭はソーラーパネルなの？ そこで充電するの、ハゲやん、絶対。ガンダムね。こんなんでいいかな。ガンダム要素なくね、それ。俺、どこ？ それどっちかいうと、マジンガー Z とかに出てきそうだよ、本当に。ねえ。完璧じゃねえだろ、これ。もうどっちかというとマジンガー Z とか、どっちかドムだよ、これ。足 あと体逆三角よかったな。俺もよく覚えてない。仏でも顔すごい上手じゃない？あ、そっか。角か、羽じゃなくて。ちなみにガンダム、ガンダムの画像も出しておきましょうか。ガンダムはこれ、あ、できすぎちゃった。これですね。はーい。まあ、こんな部品よく見たことないからよく分かんなかった。 はい、難しすぎる。ということでですね、2人しか回答がないんですけど、できればアンケートに書いよう。 これはひどいみたいな感じでみんな回 してく
半消してくんなマジい まあか。2人でもいいか、いっちゃういっもす。う、それとももう一人もくらい欲しい。ういいでしょう、もうちょい欲しい、いやこれだって俺の勝ちやんだってどう考えたって、じゃあいいっすよ。開けましょう。じゃあおい おい 誰だこれガンダムって言ったやつ しゃ いやこれ引き分けだからね、引き分け、シャアじゃねえよお前 これ これに、もうこれ完全に一票不正票がありますね、これね。いや。そうそう。シャアじゃないからね、引き分けだからね。3倍の速さで動かないから。ああ、シャアっていうのいたね。まあ、あと19分程度、もう2個ぐらいかな。そうですね。何かな。コラボおもんない？そらお前どうせさっき玉ねぎのあの変なガンダムに入れたやつならお前ほんとにやめろよそういうの。ありがとうございます。一人でもしますね。まあ多分。そう。まあね、いろいろあるけど、やっぱりお絵かき、確かにこの対決つらい 書き出してる うん。だけそうね、ど、まあちょっと出落ち感ありますからね、大体たま、ホトタマコラボ自体が、そうなんですよ。もう何にしても行き当たりばったりっていう、復帰。その内容はね、始めてから考えるんで、だいたい。そうそう、これも今日急遽だからね 本当に、おはようございますって連絡入れて、初そう玉いってやそりますかみたいな。やっちゃうかって。やっちゃうみたいなね、やっとくみたいな、なんかね、だからホトタマでなんかこういうのやってほしいとか、なんかやってほしいことがあったらね、まあ基本カオスだからね、俺も今何書いてるか分かんなくなってきたけど、鳥っぽいのを書きたかった平日の昼間にこんなにワクワクしています。いやておかはようね、ござそいれをます、なんでいちいち殺そうとしてるのそれ、青さん。弔おう。いやね、最初はね、パブ G やろうかみたいな感じのもあったんで、話的にね、パブ G。あ、そうそう。こんなヘルメットかぶってね。口みたいなのついてる。ガンダムみたいになっちゃう。こんなね、ヘルメットかぶって。
私。でも多分 PUBG2 人でやってもつまんないよねみたいなね 感じの話になって、でも映せないやんって。 PUBG のヘルメットこんなんじゃなかった？まあ、なんかボンバーマン形しか的に。見えない。そうそう、だからね、何かしらお絵描きでもするっつって。まあ、お絵描きならね、ワンチャンまあ、そおんぐ絵らいな描かならくても。気軽にできるでしょうみたいな感じで。でも多分お絵描き枠はもうないかな。ないね。割とこれやっぱ時間が余る。次はなんかちゃんと考えてやろうね、ほんとね。やりましょう。なんかこういうゲームみたいな。そう、お絵描きはちょっなといね、お絵描きやるぐらいだったらさ、もう何コムソをかぶってどんどん叩いてた方が楽しいような気がしてきたね。こうしたいな。ほんとに。いいんですか、いいんですか。うまく吹けない。始めてるし 無駄に息ぴったりなんだよね、これね。もう君が代だけで終わりかよっつって。難しいよね。あ、お題は募集してますよ、青さん。
私たちだんだん、パワーってなってきて。まあね、お後がよろしいようで。そうね。もう2号は死んじゃった、俺と一緒に。なんですね。そうね。2号ノリいいな。ちょっとカかセッわトいい。コンロで焼いてナイフ刺さって。でも仏さんはやっぱ絵心あるよね。なんか描けって言われるとね、あんま得意じゃないんだけわかる。何か描けって言われると、なんかこう、じゃあ、俺の勝ちで。そうですね。イエ時2勝、私1勝で1引き分け。そうね。おっしゃとおり。2号のノリいいね。2号嫌いじゃない。割と好き。ホトタマまた来月くらいにはもうちょっとネタを考えていきましょなんか考えてあります。う。なんか、2号を殺す枠みたいな感じになっちゃってるけど。残りは5分になって。結局のところ、仏がどれだけ玉ねぎに付き合っていられるかという耐久枠、なるほど。わからなくはないね。いや、俺は割と自由だから全然いける。ですっそんなて、の。8号。だって俺特にさ、一人遊びみたいなの結構多いから。そうだね。で、私も一人遊びから、結局のところ、自由なんですよね。自由すぎるのかな。それは否めない。
ありがとうごおざいばあまさん、す。ありがもうとう楽ございしんまで、す。もう少なからず楽しんでいただければね。ノリノまあリで、今回あ、はね、ちょっ確かとに。ね、ダウンこういうタウンことですが。ね。ハッピーゆっくりバーまったり。ス。よいしょ。まあ小型の太鼓用意しといてよかった。そういだや、な。なんかそろそろ涼しくなってきたから、またこの人と見に行こうって、どんちきどんちきはしゃぎたいところはありますよね。太鼓な、なんかでも新しい何かが欲しいよね。ちょっとゲームみたいなしたいね、もうでもね。対決ネタみたいな。ちょっとそういうのやりたいな、みたいな。確かにね。何かいい、こんな企画やってほしいってなったら、ぜひ。あれクソつまらんからってね、あれ結構人気あるんだよ。またやってくれってね、結構言ってる人いるの。結あ構言のわカれオるスんがだ。いいみたいなね。やっぱ人それぞれっていうのあるんだろうね。こんな少人数でもやっぱり意見分かれるもん。あれめっちゃ良かったみたいな言ってくれる人もいれば、まあ2号みたいにクソつまらんからみたいな感じ。何？どうしたこたま。いや、お世辞じゃない、お世辞じゃないですよ。よく知ってる人とかもね、あれ結構良かったよ。でもカオスが好きな人っているの、それ。ね。そう。それは2号がね、世間を知らないだけよ。もう、ほんとね、リスナーによってあれがいい、これがいいっていうのがやっぱ分かれるから。そう。マリカもいいね。私がパソコン買わなきゃだけどね。ああ、そうね。ああ、15フ番ありがとう。ルガイズって何？わかんない。聞いたことないな。聞いたことはあるけど、なんだろう、ホールガイズ。あ、仏さんのファンの方もこういお邪う魔して10ま号す。みたいなのがお世辞っていうね、これ。ね。なるほど。じゃあ、ということで今回もホトタマ、はい。超ゆるく終わっちゃいましたけど。くっそゆるかったです。この間以上にゆるかった。でも階段とかもいいね、これね。ああ、いいっすね。幽霊。俺割ともともとオカルト系の配信者だったから、階段大会みたいな、いいね。そうですね。ま、お世辞あまありそんがなとう。感じで。はい、じゃあまた次回もよろしくお願次いし回ます。もよろしくお願いします。だからこれ終わりのなんか変な締めのセリフみたいなの考えた方がいいのかな。